はい、皆さん、こんにちは、のろです。今日もマリオカートデラックスやっていきまーす。というわけで、1コース目からいきなり新コースのこの子岬ですね、やっていきましょう。いや、もう外クソ暑いから、なんかこういう見た目だけでも涼しいコース嬉しいわ。しかも BGM 神。ここマジで好きだったな、ウィーの頃。もうずーっとやったけど、初手の引いたね、いいの引いたんじゃない。危ねえ。ギリギリ、ちょっと待って、フィジカル負けしまくっているんですけども、ここ UMT 出せるんじゃない？出せないか、さすがに。いや、コイン欲しかったけど、ここは結構思いっきり侵入力しちゃってよくて、外側行った後にここのアイテムを割り、白ワコインと何を持ってるんだろうかわからないけど、まあ、自分もコインを集めていきたいけど、あんま集まってないな。まあ、ここは UMT を即出ししていき、後ろ何持ってんだろうな、あれ裏。コイン裏が何持ってるか気になるけど、ちょっと待って、ミスってる、思いっきり。ここをミスったんであれば、もう UMT が出せそうだけど、そうだよね、出せるよね。で、これはどうするか。ここ、確かさ、SMT 出せたと思うんだよな。何持ってる何持ってるわかんねえ、見えねえ。キノコか、キノコっぽいような気がするんだけど、気のせい。ちょっとブレーキ踏みつつ、SMT で妥協じゃないな。あそこは SMT しか出ないんだよな。で、いけなかったか、今の。このアイテム割りたかったんだけどな。とりあえず、こっちを割っちゃおうか、オッケーオッケー。で、ジャンプアクション決めつつ、コイン裏防御を崩してしまったけども、まあ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 、コインは10枚になったからいいでしょう。どれぐらい？いや、でも離れてないな。結構ちゃんとついてくるな。というか、普通にうまそうだな、あの人。どうしたもんかね。ここ、膨らんじゃうんだよな、すげえ。まあ、これはとりあえず、捨てるでしょ。で、おっと、食らってない？待って、危ねえ、ギリギリ耐えたけど、ちょっと無理か、さすがに。これは、譲ろう。赤持って、赤、え、待って、なんで？だるすぎ。譲ったつもりでいたのに、全然後ろにいたわ。どうしたもんかな、これ。いや、危ねえ、マジで今の赤。俺、食らわなくてよかったけど、3人とも全員、アイテムがないな。ってなると、ここで2割できると神だと思うんだよね。素晴らしい。これ、俺が悪い。OK、割った。でしょ、多分後ろも割ってる。いや、割ってるな。一旦逃げよう。逃げて、これも使っちゃおう。オッケーオッケー。いやー、飛んじゃったけど、どう、耐えれる、大丈夫、ギリギリだな、マジで。スレスレ。いや、やるのはないな。やるのはなし。やらなければ防御がキープできるから、ここは SMT で頼む。1位で、オッケー、よかった。危ねえ、マジで。あのデイジーとずっとデッドヒートだったな。デートヒートってね。さあ、続いてのコースはテレサレイクですね。さっきの部屋がちょっと壊れちゃってというか、一生レースが始まらなくなっちゃったんで、抜けてきまして、別の部屋になっておりますと。やっていくぞ。出た。この暗いコースのクマライドね。あれ怖いんだよな。なんか目光ってて。なんかでもメカメカしくて、ちょっと好きだけど。ああいう、なんか漫画でああいうメカあったりするよね。目が光ってるみたいなパターンです。まあそんな話じゃどうでもいいんだけど、一旦、コイン集めたいかな。オッケー、2枚雇って。ダブル割れないの？ダブル割れないんだったら俺投げるつもりなかったんだけど、ちょっとごめん、嘘です。ちょっと下がらせてもらいまして、ちょっとやめて、本当にやめて。危ないなー。ギリギリ赤を避けていって、でも別に打開したいわけではない。ちょっと今、バナさんにビビってしまった節もあるなー。こっからどうしていくかだよな。でも9割できるんだったら、まあ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 、ある意味、ここまで下がったのもありだったのかもしれないというポジティブな捉え方をしていきたかったけども、キンキノが出たことによって全てチャラになりました。チャラというか、帳消しになりました。ちょっと待って、最悪。マジで何してんの俺。喋りに夢中で、キノコ使うの忘れてたんだけど。このアイテムで打開したくねえなー。でも、するしかない。ねえ、なんでそんなことになった今。やばい、下手くそすぎる、あまりにも。どうすればいいこれ。いや、待って、やめて。危ない。ギリギリ、避けて。危なすぎる。いや、その芸術的な緑コーラなんですか。いや、どうしたらいいんだ。こっからでも入れる保険はあるんですか。ない。どうしようかな、こっから。ブレーキかけて、ダブル、絶対ダブル、絶対ダブル割って、はい、来た。これは結構あるんじゃない。なんで？もう最悪、マジで終わってる。今はもうあと1秒、0コンマ1秒早ければ。いやー、なんか取られたしさ。ダメだこりゃ。いいレースした後になんでこうなるかね。さあ、続いてのコースはニンニン道場ですね。やっていきましょう。いや、もうなんかさっきからめちゃくちゃなレースばっかしてて思いっきりカットしてるんだけど、もうなんかだいぶメンタルやられてきております。
ただ人間道場、いやまあでもな、結局ここもハンガーあんま得意じゃないしな、俺も結構ここでボコボコにされてるイメージあるから、なんとかレースしていきたいところだけど、レースさせてもらえるかな。まずここのコース大体レースさせてもらえないこと多いんだよな。まあそんなことを言いながら、あっさりと、ジャイロちゃんのアシストをかけていきますが、これちょっと待って、ジャンプアクションもできなくなっちゃった俺、あまりにも下手なんだけど。オッケーオッケー、上行けた。ただコインが欲しいんだけど、あーダメだ、もらえない。とりあえずダブル割りに行って、うわ弱っ。上行きたいんだけど、上のルートにコインがなくなっちゃう。また俺はフィジカル負けするのか、そうやって。ちょっと待って、コインが余るかと思ったのに余んなかったよ、どうしよう俺。まあ一旦両方投げちゃって、あーインのコイン欲しかったんだけど、おーなんか飛んじゃった、間違えて。そしたらちょっと待って、飛びたくない、飛びたくない、本当に飛びたくない。オッケーオッケー、飛びたくなかったけど、そうはなりたくない。俺が下手なだけだな今のところは。こっからまた裏にね、おーキラー引いたのはいいんだけど、いやもう今のあれかな、行くべきだったかな。ちょっと待って、これ一旦よいしょ、あちょっと待って、あれがドリフトが出てなかった。これも使っちゃって、よいしょ、割って、ロンキだよね問題は。おお怖い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 。ロンキをね、次の、あー待ってやめて、危ない、怖すぎる。ロンキをね、次の3周目が始まった途中で使いたいんだけど、そこまでサンダーが振らずにいてくれるかといったところが問題だな。マジで振らないでいてくれればワンチャン1位も狙えるラインではある。頼むぞ、この先だからな、ロンキは。え待って、俺じゃないよね、 OK、 よかった。そしたらここで早ばきして OK、 これでどう、これでもう最悪マジでさ。なんでそうなんの。いやーもう俺いつも論機決まんねえな。なんか1位しかも結構な展開アイテム出してない。俺もじゃあ展開アイテム出そうかな、こう出しちゃって、これでもう3位でいいです。なんならいやでもこれ、いや交換はさすがにしないかな。前が何持ってるか。おーでもだいぶ攻めてるね、攻めてる攻めてる、待っていける、いける、勝てる勝てる、抜け、2位来た、よかった。あぶねえマジで、なんで木野さん出たんだろう、爆運だったな。さあ続いてのコースはメリーメリーマウンテンですね。またもや涼しそうなコース来たね。もう涼しそうっていうか寒そうだけどね、季節感は全く持ってないけど。とりあえずやっていきます。あと5ヶ月後ぐらいか、今日何日だっけ、 20? 何日だったっけ、もう忘れたけど、多分今日ぐらいじゃないかな。んならあと5ヶ月でメリーメリーマウンテンですか、もしかして。俺今後から何メリークリスマスのことメリーメリーマウンテンって言うようになっちゃったのかな、もしかしたら。これとりあえずダブル割っちゃって、あジャンプアクション出なかったんですけど、ちょっと待って、そのさっきの時代の敗北者はもうさっさとどっかに行ってもらいたいんだけど、ここは一旦コインを1枚使っちゃって、なんで夢見ていなかった今、マジか、出ると思ったんだけどな。あダブル防御になったか、どうしようかね。うわー何が降ってきたかと思って一瞬避けちゃったわ。コインか、そうか、ここのステージコイン降ってくるのか。したらどうしようかな。まあダブル防御だからな、正直このままで良さそうな気もするけど。上、いやちょっと待って、ミスってる、マジで盛大なミス。コインだけ回収しつつ上行った方がいいんだったっけ、ここって結局どっちが早いんだろうか、わかんねえな。まあジャンプアクションだけミスらずに行って、でおーインにコインがあるけど、コインじゃねえバナナがあるけど無視して、コインを8枚にしていくけど危ない。取られるんであれば、いやダブル防御でよかった本当に。危ねえマジで、ダブル防御じゃなかったら終わってたわ。こりゃ飛んだ方がいいのかな、まあ飛ぼうかな一応リスク考えて、まあでもいいや飛ば。降りよう、やっぱ降りる。後ろ何持ってるあれ、わかんねえ、見えねえな。あ緑飛んできたけど、オッケーオッケー、避けて。いやーちょっと待って、ミスってる。うわー、トゲ来ちゃったね。譲るか、もう。譲っちゃおう。譲っちゃって、あいつキノコ持ってたか。まあ、それなら、あいつが1位を取るのかな、きっと。わからないけど、ちょっと待って、やめてくれ。ちょ、めっちゃ、ねえ、何してんの何してんの何してんのあいつ。え意味がわからない。ちょっと待って、意味、何してんの本当に君。待って、やめて。でも、ここでキノコ引いたのはマジで神なのかもしれない。神なのかもしれないから、ちょっと一旦ここで使っちゃって。おら、どう頼む、こっからノーアイテムで行かせてくれ、頼む、マジで、マジでやめて、マジでやめて。なんならサンダー振れ、なんならサンダー振れ、マジで。いや、ここは飛ばない、ここは飛ばない。頼む、マジで、クラクションだよね、後ろ。よかった、1位取れる。来たよかったー。気持ち1位だな、これは。
さあ、ラストコースはドーナツ部屋ですね。もうここめっちゃ苦手なんだよな。立ち回り全然わかんない。もういっそのことめちゃめちゃ逃げてみようかな。もう被弾するまで逃げてみるわ。1位スタートだし。決めるぞ。スタートだし、毎回ミスってるから、そろそろちゃんとね、毎回決めれるようになっていこう。本当に。もうな、どうせミスるならね、いっそのこと、あれの方がいいから。で、この、ニスクできないんだよな、俺。ハングのニスクすごい難しいしね。とりあえず、ここでコインを回収しに行くっていうのも一つありなのかもしれない。まあ、2割なんであれば、こっちに行くのも手でしょう。MT、MT、UMT 出るか、ここ。おー、めっちゃダート噛んだ気がしたけど、UMT 出ていった。オッケーオッケー。いいじゃん。なかなかいい感じに走れているんじゃないか。ここ、UMT 出ないな、さすがに。SMT にしよう、これからは。トゲとかは来てないから、まあ別に譲られたりする心配はないけど、あの人何してんの？え？どうなった？どうなった？あのヨッシーは。何をしている？あのヨッシー、わかんない。ラグなのか？ラグ、前にいたわ、もう！なんなの、それ。ちょっと、誰ですか、君。マジでさ。結局こういうことになるの？もう、どこからの緑ですかって話ですよ、本当に。もうキラ本当にねえ、俺外側、まあ、泣いてもいいですかね。ちょっとあ、なんかイカ回してる人いる。ここでちょっと待って、頼む、なんか来い。あー、キラー引いたか。お、いいんじゃない。でもただどうするかね。これダブルじゃない、シングルだけは割ってから行った方がいいような気がするんだよな。この後にノーアイテムで走り切るのは多分無理な気がするから。あ、でもとりあえず速攻使っちゃって、じゃあ3打来い。来ないか、さすがに来ないか。まあでも4位か、思ったよりは上がれたな。あんだけひどくて4位まで上がれたらもう十分すぎるでしょ。